ファルコン50脱走ファルコン50はフランスの脱走者が生産、販売しているビジネスジェット機。脱走ファルコンシリーズ初の3発エンジン機でファルコン20の拡大改良型である。ファルコン20の胴体をもとにエンジンをビブに1機増設し三発機となっている。エンジンの装備方式はボーイング727に類似しており、胴体後部左右に各1機。 三期目は胴体末端にある。空気の吸入は垂直尾翼基部にインテークを設け、湾曲した管で導いている。主翼は低翼配置の後退翼であり、後退角は25度とファルコン20より拡大されている。1970年代半ばより開発が開始され、1976年11月6日に初飛行した。三発期になったことに伴い、 燃料搭載量が増加し、航続距離が延長されている。そのため、大西洋無着陸横断飛行も可能となった。1996年にはエンジンを換装した、ファルコン 50EX が初飛行している。2008年まで生産が続けられ、総生産数は352機。イラクに輸出された機体の一部は、イラミイラク戦争中に、シラノカ機管制レーダーを搭載し、 エクゾセソラ対艦ミサイル2機を運用可能とした簡易対艦攻撃機、スサンナに改造されたと言われている。ありがとうございます。